斉藤元彦知事のパワハラ疑惑に関連し、30日に予定されている百条委員会での証人尋問において、知事が弁護士の同席を申請したことが明らかになったと、カンテレが報じました。この動きは、証人尋問の場において知事自身が、法律的な防御を固める意図があるとみられ、事態の深刻さを浮き彫りにしています。証人尋問は、今年3月に兵庫県の元西播磨県民局長が、斉藤知事に対するパワハラ疑惑を告発したことを受けて設置された百条委員会によって行われるものです。当初、県は告発を事実無根としていましたが、その後、一部の疑惑が事実であることが判明しました。知事が弁護士を同席させるという決定は、疑惑の内容が非常に複雑であり、法的な助言が不可欠であると認識している可能性を示しています。さらにこの状況は、30日に行われる証人尋問の重要性を高めることとなり、知事が弁護士の支援を受けながら、どのように疑惑に対処し、説明を行うのかに注目が集まっています。証人尋問の場で弁護士がどのように関与し、知事の答弁がどのように変わるかが、大きな焦点となるでしょう。加えて、29日には新たな疑惑が浮上しました。元局長の公用パソコンを調査していた知事の側近が、私的な情報を持ち出し、その情報が一部の権利に漏洩した疑いがあるとのことです。斉藤知事はこの情報漏洩への関与を否定していますが、県は外部の弁護士に調査を依頼する方針です。これらの動きにより、30日の証人尋問は単なる形式的な場ではなく、知事の行動が厳しく問われる場となることが予想されます。斉藤知事がどのような弁明を行うのか、そしてその発言がどのように捉えられるのか、県民の注目が集まっています。このニュースに関連する斉藤元彦知事の行動は、パワハラ疑惑をめぐる問題の根深さを象徴するものとして注目されています。まず、この問題の背景を整理すると、兵庫県の元西播磨県民局長が斉藤知事に対してパワハラを告発したことが発端です。県側は当初事実無根として一蹴しましたが、その後一部の疑惑が事実であることが明らかになり、事態は急速に深刻化しました。この告発を受けて設置された百条委員会での証人尋問が問題の核心に迫る場として設定されましたが、ここで斉藤知事が弁護士の同席を申請したことが新たな波紋を広げています。この弁護士同席の申請は、一見すると知事が法的助言を受けつつ適切に対応しようとしているようにも見えます。しかし、深く考えると、これは知事が自身の立場を守るために防御を固めていると解釈することができます。つまり、彼が不正や違法行為に関与していた可能性を強く示唆しているのです。この申請は、知事が自らの責任を回避しようとしているのではないかという疑念を抱かせるものであり、政治家としての透明性や誠実さに対する大きな疑問を投げかけています。さらに、元局長が自殺とみられる形で亡くなったことも、問題の深刻さを物語っています。告発者が命を絶つという事態は、斉藤知事やその側近たちがいかに重い責任を負っているかを示すものであり、彼らが言った可能性のある不正行為が、告発者にどれだけの精神的負担を与えたのかを考えると、到底許されるべきではありません。この状況において、知事が弁護士を同席させるという選択をしたことは、まさに責任を回避するための防御策とみなされても仕方がないと言えるでしょう。このニュースが社会や個人に与える影響は計り知れません。政治家が自身の権力を使って不正を隠蔽しようとする姿勢は、民主主義の根幹を揺るがすものであり、国民の政治に対する信頼を大きく損ないます。特に、公務員や政治家がパワハラや不正行為に関与している場合、その被害者は公正な処置を期待することが難しくなり、告発すること自体が大きなリスクを伴うことになります。こうした状況は、社会全体に対して深い不信感を植え付け、健全な社会の発展を阻害する可能性があります。今後の展開として、30日に行われる証人尋問が極めて重要な場となることは間違いありません。斉藤知事がどのように弁護士と連携して答弁するのか、そしてその内容がどのように受け止められるのかが焦点となります。
もし彼が自身の関与を完全に否定し続けるのであれば、それがさらなる疑念を招く可能性もあります。また、外部の弁護士による調査結果がどのような結論を導くのかも注目されます。この調査が公平かつ透明な形で行われなければ、兵庫県政全体に対する信頼はさらに低下するでしょう。重要なポイントとして、この問題は斉藤知事の責任逃れの姿勢が問われていること。そしてその結果が社会全体に深刻な影響を与える可能性があるという点を強調しておきます。今後の調査と証人尋問の結果がどのような形で明らかにされるのかに注目する必要があります。それでは次に実際に寄せられた世間の声を見てみましょう。他の証人は弁護士なしなのに知事だけが弁護士を必要とするのはおかしい、適切に対処していると確信しているなら正直に質問に答えればよいだけなのに、最近の記者会見でも確信に迫る質問には歯切れの悪い返答が増えており、嘘を突き通す自信がなくなったのかもしれない。亡くなられた西播磨局長は弁護士を立てることなく一人で告発しました。それに対し二人の弁護士を雇っている知事がいるというのは県民にやましいことがあると受け取られても仕方がありません。正々堂々と一人で勝負してみたらどうでしょうか。でもそれは無理でしょうね。だって偽りだらけなんでしょうから。最近つけた代理人弁護士の話ですね。記者会見では弁護士の了解を得ていない質問には回答を持ち帰ると言っていましたが、百条位では持ち帰りができないからと弁護士同席を請求したのでしょう。片山氏による元局長への事情聴取の時こそ元局長の弁護士を同席させるべきでした。認められれば弁護士と共に出席するらしいですが、これ斉藤氏の私費で雇った弁護士なんでしょうか。元局長の告発文書調査のために公費で雇った弁護士が同席するのは論理的にも倫理的にもおかしいと思います。弁護士が同席しないといけないほど斉藤知事にとって不都合な話があるのでしょう。パワハラも県民に迷惑をかけた新たな話が出てきていますし、こんなに迷惑をかけているなら防犯カメラにも何かしら証拠が残っていそうですが、まあいいんじゃないですか。この方はこれまでの会見を見てもまともに答えないでしょうし、極端な話全ての質問に対しても拒否権を行使するつもりなのかもしれません。そんな態度が公開されるだけでも意味がありますし、牛タン派の面々にも影響があるでしょう。それよりも同席する弁護士が誰かが気になりますね。この悲しき暴君に定型文リピートモードを導入した方でしょうか。興味はありますが非難するつもりはありません。今まで曖昧な説明をしてきた知事は自分で責任を持って説明できないのでしょう。亡くなられた元西播磨県民局長を嘘800呼ばわりして恫喝とも取れる調査を行い懲戒処分までさせたのに、自分には弁護士をつけるとはずるいですね。散々やり散らかして自分で尻を拭けないのでしょう。斉藤は世の中を知らなすぎました。知事の仕事には向いていなかったのでしょう。一般社会での経験が乏しいため斉藤の言う適切に対応をしているは自身の学んだ知識だけに基づいていて社会常識に基づいたものではありません。明日から斉藤に対する社会常識のお勉強が始まると考える人も多いでしょう。この人弁護士に答弁させて自らは発言しないつもりでしょうか。偽証罪に問われないようにするための対策でしょうか。公の場で証言したことは事実として取り扱われ、後で都合のいい解釈ができなくなるからですね。それにしても自分の責任を全て部下に押し付けるつもりでしょうか。明日の証人尋問でどう逃げるのか楽しみですが、世論は許さないでしょう。台風の暴風圏の中で寝ようと準備していたところ、この馬鹿げたニュースが目に入り一発で眠気が飛びました。引き受ける弁護士も正気を疑いますが、弁護士の名前も出るでしょうし、30日は制限なしの公開です。百条位のメンバーには苔脅しに屈することなく一つ一つ尋問してほしいです。30日は多くの国民が注目しているはずです。知事は弁護士同席を申請できるのに一般職員にはそれが許されないとすればとんでもない不公平です。知事の権力や地位を使って自分を守るために弁護士同席を県に認めさせたということでしょう。
今後は全ての県職員のヒアリングにも弁護士をつける機会を与える必要があると思います。このまま任期を全うしても2期目はないでしょう。2期目がないとすれば、今の知事による県政の停滞は次の知事にとって足かせにしかなりません。早めに辞めてもらった方が良いのではないでしょうか。ここまで集大を晒してもなぜしがみつく必要があるのか理解に苦しみます。国会の承認喚問で国会議員が呼ばれても弁護士は同席しません。そんな前例のないことを絶対に認めるべきではありません。県議会の対応を求われており、厳正に対応をすべきです。そもそもこの知事は自分の身を守ることに汲々としており、県政に携わっていないので、それを弾劾すべきだと思います。公益通報の内容を事前に把握して、関係部署による通報の検証結果が出る前に通報者を知事決裁権を利用して処分するなんて、誰が見ても一方的な握りつぶしです。当日こうした件にも弁護士をぶつけるつもりですか。一応委員会の長も弁護士ですが、代理質疑なんて前代未聞です。本当に驚くべきことです。自分の行為が不適切だったと認めたようなものです。弁護士を同席させることで責任逃れをしようとしているのか、あるいは百条委員会に対して圧力をかけようとしているのでしょう。個人的には政治家として一人で対応すべきだと思います。その後のマスコミ対応に弁護士をつけるなら理解できますが、この対応は大人としての責任を放棄しているように見えます。自分に都合の悪い情報は隠すのに、人の情報には執着するのですね。訴えられている一つ一つの件について誠実に説明してほしいです。事実無根であるならそう言えばいいだけですし、認めるべきものは認めるべきです。ごまかすのはもうやめて、今の体制では県政を進めることが不可能なので、進退を考えてほしいです。弁護士を同席させるとは、弁護士の力を借りてでも自分の立場を守ろうとする強い傲慢な対応です。弁護士に答えなくても良いと言われてしまう場面も出てくるかもしれませんが、百条委員会の委員たちはどんどん追及してほしいです。亡き局長への尋問には弁護士をつけることすらしなかったのに、今になって弁護士を同席させるとは、今まで適切だと言ってきたなら自分の言葉で語れば良いのです。それができないならもう自ら真っ黒だと言っているようなものです。たとえこの百条委員会を乗り切れたとしても、単身で承認喚問すら受け答えできない政治家は終わりでしょう。辞めたらその先にある巨悪が明るみに出るから、知事の座に居座ってそれを隠そうとしているのでしょう。一方的に逃げていますが、捜査機関はそうはいかないでしょう。亡くなった方々の無念を晴らしてほしいです。自分の命と引き換えに部下や職員のために告発した局長、処分を覚悟してアンケートに記名し、委員会で顔出しで発言した職員、それに対して嘘を言い告発者を処分し、会見では罪に問われないようにのらりくらりと答える知事、百条委員会では保護者同伴で出席する知事、誰が保身のために動いているか、何が本当かは見なくても明らかです。今回のニュースに対するコメントを分析すると、多くの人々が斉藤元彦知事に対して非常に批判的な視点を持っていることが明確に浮かび上がります。これらのコメントは、知事が弁護士の同席を求めたことに対する不信感や、知事のこれまでの対応に対する不満を中心に展開されています。まず多くのコメントが指摘しているのは、知事が弁護士を同席させることで自身の立場を守ろうとしているという点です。これは権力を持つ知事が自分を保護するために弁護士の助けを借りているという印象を与えており、これに対して不公平であるとの意見が多数寄せられています。一般職員には同じような権利が与えられていない場合、特権的な扱いを受けている知事の行動がさらなる不信感を生む原因となっているのです。また知事が弁護士を同席させることで自らの責任を回避しようとしているのではないかという疑念も広がっており、これは知事の誠実さや透明性に対する懸念を高めています。さらにコメントの中には、知事がこれまで曖昧な説明を続けてきたことに対する批判も見られます。特に今までの説明が不十分であり、自分の言葉で真実を語るべきだという意見が多く見受けられました。
このような指摘は知事が自らの言葉で説明責任を果たしていないという認識が広がっていることを示しています。知事が弁護士に依存する姿勢はまさにその不誠実さを象徴しており、政治家としての資質が問われるべき事態となっています。また知事が自らの立場を守るために弁護士を同席させる一方で、告発者である元西播磨県民局長が孤独に告発を行い、最終的には命を落としたことに対して多くのコメントが強い反発を示しています。この対比は知事の行動がいかに利己的であるかを浮き彫りにし、彼が何か隠しているのではないかという不信感を助長しています。こうした状況に対して知事が持つべき責任感や道徳的義務が欠如しているとの批判が強まっているのです。さらに知事が公費を使用して弁護士を雇っている可能性に対する疑問も提起されています。これは税金の不正使用に対する懸念と結びついており、倫理的な問題として捉えられています。公職にある者が公費を私的な防御に利用することは道徳的にも論理的にも容認されるべきではなく、この点についても知事に対する批判が集中しています。コメントの分析を通じて浮かび上がったもう一つの重要な点は、斉藤知事の政治的将来に対する疑念です。多くのコメントが指摘するように、このような事態に至った今、斉藤知事が2期目を迎えることは難しいと考えられています。彼が知事としての職務を全うできるかどうかについて、すでに多くの人々が疑問を抱いており、知事の立場は非常に危ういものとなっています。これらのコメントから言えることは、斉藤知事に対する信頼が大きく揺らいでいるということです。彼の行動は彼が自らの責任を回避しようとしているとの印象を与え、政治家としての誠実さや透明性に対する期待を大きく裏切っています。特に告発者が命を落としたことと知事が自身の保護に就寝していることの対比が、斉藤知事に対する厳しい批判を引き起こしているのです。また知事が公費を使用して弁護士を雇っている可能性が指摘される中で、倫理的な問題も浮上しており、知事の立場はますます厳しくなっています。今後の展開としては、斉藤知事がどのようにこれらの批判に対処し説明責任を果たすのかが大きな焦点となるでしょう。しかし現在の彼の対応が続く限り、知事としての信頼回復は非常に難しいものとなることが予測されます。この状況を打開するためには、彼が自らの行動を見直し誠実かつ透明な対応を取ることが求められるでしょう。さもなければ彼の政治的キャリアは早々に終わりを迎える可能性が高いといえます。今回の動画では斉藤元彦知事が百条委員会で弁護士を同席させた背景に迫り、その行動がどのように受け止められているのかを深掘りしました。皆さんは知事が弁護士を同席させることについてどう思いましたか？これは彼の防御策と捉えるべきなのでしょうか？それとも責任回避の表れと見るべきでしょうか？また元局長の告発とその後の悲劇について、知事の対応は果たして適切だったのでしょうか？さらに知事が公費を使って弁護士を雇った可能性についても議論がありましたが、この点についてどう考えますか？税金が個人的な防御のために使われることに問題があると感じる方も多いのではないでしょうか？コメント欄で皆さんのご意見をお聞かせください。今回の知事の行動が兵庫県政全体に与える影響や今後の展開についても考えをシェアしていただけると嬉しいです。この問題をどう捉えるかは私たち一人一人にかかっています。皆さんの声が集まることで、より多くの人々にこの問題の重要性が伝わることを願っています。どんな小さな意見でも構いません。皆さんのコメントが今後の議論を深めるきっかけになるかもしれません。引き続きこの問題に注目し、一緒に考えていきましょう。